今クレートトレーニングをする。そこ今クレートトレーニングをして、例えばもう分離不安でずっと一緒にいないと不安、自分の落ち着くスペースがない、安心するスペースがないっていう犬に育ちちゃうと、それこそ自由なスペースっていうのは与えられなくなっちゃうんで、落ち着いた、なんでですか、例えば飼い主がね、人っていうのは忙しい動物だから犬を残して出かけなきゃいけないこともあるけど、クレートトレーニングができてれば、クレートで休んでればもう安心っていう状況が作れる、小さい子であっても。でもそういう場所がない子っていうのはもう飼い主さんいなくなったらもう不安で不安で仕方ない、どうしようどうしようで自傷行為しちゃったりだとか破壊行為しちゃったりだとかって、そういうのに発展したり、もしくはずっと吠えちゃうとか、そういうふうなことに発展しちゃうけども、クレートさえあれば、自分の落ち着いた自分だけの安心の場所があれば、そういうのもクリアできていくわけで、やっぱり自由を与えたかったらクレートトレーニングで、子犬の時にそのきちんとメリハリをつけて、今は休む時間で、こっからここは遊ぼうね、そしてまたきっちり休む時間っていうのを作っていくと、落ち着いたマインドっていうのはできてくるのね。例えばケージで寝かせてると、いつももうケージの外こうやって見て、出してくれないかな、飼い主さんだったら楽しそうなことやってる、自分もやりたいってピョン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 飛んでみたり、うんちして踏んじゃって飼い主さんに怒られたりとかって、そういうのを繰り返していく中で、もういろんな気になるものを見ているから、ケージから開けた時にもうふのれって飛び出して、もうあっちいたずらしい、こっちいたずらしい、だからもう出しておけない、やっぱりケージしまおうっていう、その繰り返しになっちゃって、じゃあそれいつやめられるってなると、もうやめられるタイミングがない。落ち着いた犬を作りたかったら、クレートでゆっくり休ませる、落ち着いた状態で出してきて、そこでトレーニングを入れる、トレーニング入れるっていうか、その家庭内のルールを教える、例えばここは乗っちゃいけないんだよとか、クリッカー訓練してお座り教えたり、伏せ教えたりだとか、そういうふうなコミュニケーションを取ることを教えるっていうのを、そのサイクルを作っていくと、犬っていうのはそもそもそんなに手がつけられないほどわーっとなる動物じゃないっていうのが初めてわかると思う。私たち子犬をたくさん育ってるけど、そんなに子犬で苦労してない、正直言って それほど苦労はしてない。それはきちんとクレートの時間を作っていって、落ち着いた状態で遊んでいって、ポジティブな体験をさせて、マイナスな体験をさせないようにクレートで寝かすっていう、もう単純にそのサイクルを作っているからであって、でそのサイクルができてくると、犬っていうのも生活のパターンができてくるから、クレートから出る時間っていうのを多くしていっても、そのパターン、ちゃんと落ち着くときは落ち着くし、はしゃぐときにははしゃぐし、でもやめようねってたら落ち着くしっていうパターンが普通にできるようになってくる。普通のもうコミュニケーションが普通のマインドで取れる状態になってくるから、もう最大限の自由っていうのを早い段階で与えられるようになってくる。じゃあこうよく子犬飼って、もうすごくやんちゃすぎて手がつけられないっていうような子たちっていうのは、クレートを使ってなくて、こういつもカーって木がパリパリになって、もうギンギンの、なんだろう、黄昏泣きってあるじゃんね、子供の、なんか夕方ぐらいになるとわけがわからないけどすごい泣くみたいな、ああいうような状態もギンギンになって、眠いんだけど寝れないみたいなっていうような状態でいつも過ごしていて、正常な状態、落ち着いた状態っていうのを知らないから、もう常にハイパー、人を見ればわーって飛びついちゃってみたいな、そういうのにもなりがちになってくるんで、本当にもう何回目だろう、クレートトレーニング超重要脳がこうハイパーの状態になってしまっている子犬が、そのまま大人になっていくと、どんな大人になっていくんですか？まあ必ずしも絶対っていうわけじゃないけど、やっぱり興奮症、もともとの犬のタイプによるけども、やっぱり興奮症になるっていうのは一つ、落ち着きがない興奮症、あとはその分離不安とか、いつもビクビクしてる系になっていく子が多いかなと思う、印象として。もしクレートでちゃんと育った子で手に負えない、ないかもしれないな。それにその子犬の頃のクレートトレーニングって、最初は本当に泣くけど、平均的に2日で、長くて本
当に最初失敗しちゃったりして長引いて2週間、それでできなかったら絶対どっかで滅びがあるはず、覗いちゃってるとか、なんとなくクレートのを気にして、なんだろう、忍び足で飼い主が生活してるとか、うちなんかここでね、子犬預かるとき、ここのもう真ん中にドーンってクレート置いて、子供たちがいて犬がいてわーっていう中でクレートポンと置いといてるけど、だいたいもう2日目ぐらいにはへそ天で寝てる子がほとんどなんで、もうこっちが気にしないっていうのが一番、じゃこっちが気にしなければ向こうも気にしない、でそうするとね、こういうのは寝る動物なんで、もうぐっすり、もうこうやってやっても起きないくらいぐっすり寝てるから、そういう時に引っ張り出してトイレ連れてって、ってなりながらおしっこして、そしたらわーって喜んであげて遊んであげて、わー楽しかった楽しかった、もうちょっとっていう、これでまたポンとクレーターに戻してあげるっていうのを、もうそういうサイクルを作っていく。2週間ぐらい経つけどまだ吠えてるので、多分気にしちゃってますね、気にしてると思う、気にしません、あれ見てからどれぐらい経ったっけぐらいの感じじゃないと、あと30分頑張れとかやってると思うそうですね、そんなことやってるともう絶対それを感じてるんで、いることを忘れるぐらい頑張ってください